こんにちは、ベビチューブです。私は2度出産を経験していますが、2回とも遠位切開を体験しました。息んだ時にカチンと切られた感覚はあったものの、私は遠位切開の痛みよりも出産の痛みの方が勝っていたので、その時は切開した痛みというのはさほど感じていなかったんです。が、痛みを感じたのは産後数時間経ってから。自分が動くってなった時に切開して縫ってもらった部分が糸が引っ張られているような突っ張り感を感じました。座るとき傷口が痛むので正座で対処していたんですけど、看護師さんが気づいてくれて円座クッションを貸してくれました。傷口に座面や足が当たらないような形になっているのでとても重宝しましたよ。座るのもきつい場合は無理せず横になって安静にしておくのが一番いいと思います。無理は禁物です。あと私が一番嫌だったことはトイレに行くことでした。わかる方いらっしゃいますか？トイレまでに行く短い距離を歩くのもそうなんですけど、便座に座るとき、用を足すとき、拭くとき、もう全部が恐る恐るな感じでトイレに行ってましたね。痛みを軽減するために私が取った行動はこちら。前かがみの姿勢。便座に座るときはできるだけ前かがみの姿勢になるように座ります。息を吐きながら。用を足すときは息を吐きながらすると痛みが少なかった気がします。気休めかもしれませんけど、トイレットペーパーをふわふわに拭くときの痛みが怖いので結構何重にもして、あ、無駄遣いですが短期間なので許してください。で、厚めに取ったトイレットペーパーでこうちょん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 と拭いて乗り越えてましたよ。あとはお風呂ですね。シャワーの時、患部が染みないようになるべく刺激の少ないソープを使って入院中は過ごしていました。今回は一個人の体験談をお話ししました。痛みの感じ方には個人差があるのであらかじめご了承ください。あと私は知らなかったんですけど、遠位が伸びるようにするマッサージ方法もあるらしいので、施設の助産師さんに聞いてみてもいいと思います。それではバイバーイ。